さあ、でどれぐらいかかるかね。嵯峨天皇陵の下まで行ったんだけどね、パーキングはありませんからね、お寺さん入れたら聞いたらね、お寺さんかん言うて、檀家さんだけや言うてね、なんか2箇所もあるんやけど、飽きまへん言われて、大覚寺まで降りてきました。そこに止めてくださいって言われてね、そこから歩いて、どうやろう、700メーター、800メーター、1キロじゃないか、ぐらいあるやな。さあ、行きも急ぎましょう。おいおい、おいおい、ありがとう、ありがとう。はいはい。これは、奇襲犬、え、怪犬やな。怪犬やろか。おう、かわいいかわいい、怪犬だ。うん。おう、かっこいいね、怪犬。え、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ教えていただいてね、セカンドでもいいからゆっくり歩いた方がいいって、いうことだそうです。林だと30分、20分ぐらいで上がるって言ってたんだけどね。え、なんであんのかな。あ、随分あるね、これ。これ全部こんな階段かね。この階段も上がりにくいね。一歩で上がられんから、ものすごくきついね、これ。いやー、ほんまに階段だらけだわ。いやー、階段と聞いてたけど。これがね、一歩で上がらないから、ものすごく辛いんですよ。ここは嵯峨天皇の、はい。川がね、上に。嵯峨天皇でしょ。はい。で、ずーっと行って、あそこの山の、これ道ありますやろ、ここ。はい、はい。そのどん次の周りかのに、歌の天皇のご両さんがあるの。誰の歌の天皇のご両さん。歌の天皇でいらっしゃるんですか。歌の。最高やわ。昨日行った春日の宮肥料かな。あっこ何にも見えかったかね。山の中で。こういうふうに。あ、ここが崩れたんです、あれが。なんとなくそう見えるじゃん。ああ、なるほど。で、こっち、こっち、今度反対見て。はい。こっちへ、バーあ、流れたね、下まで。ほんで、下の家は大丈夫だったんですか。もうギリギリで。どうなったんですか。どちゃん。はあ、なんか、えらい、もう、際まで行ってるみたいですね。そういうことがあった。はあ、ありがとうございます。今から、18年、10年ぐらいになるんだ。あ、ほんとこれは綺麗なんで、15分や20分見たんだけど、まだ上やかね。ちょっと後ろ、ちょっと後ろ見てみようか、こんな階段。ほら、まだや。まだありますか。ずいぶん上がってきたんだけどね。何歩ほど登ってきたんかね。いやいやいや。ここも通ずあおり。最後のコース。これでぐるーっと回ってるわけやから。あ、そうですか。ほんならちょっと元気出そう。ちょっと元気出そう。最後や。最後の階段。はい。やっと春日天皇陵でございます。春日にはこれ、嵯峨天皇陵でございます。はいはい、嵯峨天皇陵管理はね、天皇陵が宮内庁管理になってます。今度ちょっと違うんで、石畳が。いやー、来れました。やっぱり20分ぐらいかかってますね、下から。そうですね。ああ、20分ぐらいかかってますわ。帽子持ち上がってきて、嵯峨天皇、嵯峨、ああ、元嵯峨天皇さんや、元下に作ってくれはったら、もっとね、簡単に来れんだけど。はい、ありがとうございます。今言ったら高野山やら延暦寺が大変。ああ、高野山も、ねえ、みんな下から歩いてはるけど。富士山なんかでもすごい。あら、山の上でこんな形作ってんの。飛び上がれるんや。これはなんだこれ。これはイノシシが来てるね。水浴びしてますね、イノシシが。回りましょうか。いろいろね、教えていただいたんだ。はい、降りましょう。まあ、20分ぐらいだったら上がってきますけど、ちょっと階段がね、幅広いところあるから、大変でございます。
ちゃんと降りましょうか。はい、帰りは非常に楽でございます。わあ、すごい、これは素晴らしい眺めでございます。いやー、素晴らしい。こっち見えんか。あー、広沢池、広沢池、ずーっとズームして、どこや、この辺か、どこや、京都タワーだ。京都タワーまでどのぐらいあるかな。直線距離で10キロ以上あるんじゃないかね。10キロぐらいあるかもしれんな。これをね、学生が走って登っとるらしいからね、危ないでしゃあないみたいなましたけど、こうか、見えんか。ここは全部ここからね、崩壊したね。これは山崩壊したんだけどね、下までだーっと。だからちょうどここだけね、木は小さいですわ、このとこだけね。はい、降りろ、急がないと、帰らないと。ここね、よいしょ。うん、微妙やな、これも。おお、ここら。その方が風情はあるか。ちょっと歩きにくいんだけど。いやー、これどうや。これいいとこ、あ、ここまだいいね。はあ、この方がいい、まだね。はい。よっしゃ。ああ、だいぶ降りてきたね。もうちょっとや。これは最後やな、これ、ここが。おそらくね。ここ最後ですね。はい、最後の階段でございます。桓武天皇、次の天皇、52代だな、天皇でございます。嵯峨天皇陵でございます。よし。まだあったんかね。もう終わったかもだのに。はい、やっとね、下が見えてきた。下がね、ここは短いからね。はい、行こう。だけど入り口、このね、寮の入り口に石碑が一本立ってるだけかね。何にも看板もないんかね。それはどうなんでしょうね。車が止めるとこないからね、大覚寺に止めてやるから大変なんですよ。大覚寺から500メートルもっとあるかもしれんな。はい、降りてきました。ここはセメントなんだ。ここに